開催中の FM 大阪オフラジー EX をお聞きのオフメイトの皆さん、 DJ のあわじるさん、キエニーさん、こんばんは。みくること村上夏美です。えみたんこと田中千恵美です。はい、ということで、オフネームを考えさせてもらいましたけど、まあこれはあのいわゆるハンドルネームっていうやつですかね。そうですね。私たちが本当に学生時代、うん、まあ言ってしまえば中二病を患っていた時に自分で考えたネットの、ネットでの呼ばれる名前ですね。そうなんですよ。はず。だからファンの人にも呼ばれたことは一度もないですし、もしそれで呼ばれ始めたら本当に恥ずかしい。うん、いややめてやめて。いや、ほんと、誰しも黒歴史はあると思いつつ、やっぱそうやって呼ばれちゃうと思い出しちゃうんですよね。本当に、ね、恥ずかしい、恥ずかしいってあるんですけど、はい、まあ、このオフネームが、やっぱここだけの呼び方っていう ね、うん、ね、ことだったので、あ、意味たんで、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。まあ、そんな私たち、うん、ナチュリは、はい、ユニットで活動させていただいてるんですけども、はい、ユニット名の由来はですね、桜物のように二人で一つ、うん、楽しいことは見栄え楽しんで、足りないところは補い合おうみたいな、ね、うんうん、私たち込めて、私たちの名前今日はミクルとエミタンなんですけど、あの、夏美と知恵美を、掛け合わせて、ナチェリでございます。はい。はい、そんな私たちナチェリは10月19日にファーストシングルエクリプスをリリースいたします。こちらはテレビアニメ4人はそれぞれ嘘をつくのオープニング主題歌ともなっております。はい、こちらはね、本当に聞いてもうすぐバンドサウンド、うん、ギターだったりドラムだったりの音がもうギュインギュイン入ってて、うん、もう最初からテンション上がりまくりの楽曲となっております。そしてアニメにもね、すごく寄り添った歌詞にも注目していただければなと思います。よろしくお願いします。はい。こちらはね、私たちは声優としても参加させていただいておりますので、アニメと楽曲両方皆さんにね、楽しんでもらえますように。そして10月の FM 大阪はアイドルをフィーチャーしているということで、番組 DJ のあわじるさんからの質問です。はい、アイドルとしても活動されているお二人ですが、アーティストとして活動するときとの違いはどんなところですか、と質問が。なんか私はこれは全然違うかもしれなくて、まあ、感覚とかはね全然違うけど、うん、なんかアーティストはより、うん、あの、うんうん、村上夏美ですっていう感じかな。なんか自然というか、うんうん、ありのままでいられる時間っていう感じで、まあアイドルは、うん、まあなんだろう、よりこうみんなから見て、うん、こうキラキラというか、うん、なんだろう、ね、アーティストもそう映ってほしいんだけど、うんうん、なんだろうね、うんうん、可愛く見られようとしてるのかな。なるほどね。うん、まあ、しかもそのアイドルとしてステージに立つときって、うんうん、みんなに笑顔を届けなきゃとか、うんうんうん、そういう感覚の方が強いんですけど、うんうん、まあアーティストとしてステージに立つってなると魂のぶつかり合いと言いますか。そうだね。ついてきて私たちにみたいな風に。アイドルだと応援してくださいみたいな気持ちになったりもね、するけど、うん。強気になれるよね、アーティスト活動。なんか、まあ、単に、私たちアイドルといっても、その作品を背負っての方もあるので、うん、またそこでもね、ちょっと、うん、そうだね、役柄としてっていうところがあるから、ね、違うところはあるかもしれませんね。はい。はい。アニメと合わせて、あわじるさんとキーニーさんもたくさん聞いてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。オフネーム、ミクルこと、村上夏美と、オフネーム、エミタンこと、田中千恵美でした。では、最後にお聞きください。ナチュリで、エクリプス。ナチュリの二人コメントありがとうございました。村上夏美さんがミクル、で、田中千恵美さんがエミタンと、はい。いうことで、何やら、黒歴史と繋がってる、らしいですよ。そうですね、何をネット上ですね、されていたんでしょうか。これ非常に気になるね。うーん。深い話伺いたいですけども。はい、ぜひね、ちょっとスタジオの方にもね、
難しいですね。遊びに来ていただいて、なんかすごい楽しげな感じだったね、このオフラジともね。そうですよね。ねえ。二人仲良さそうでしたね。ねえ。いいですね。うん、そして、ナチュリーなんですけれども、はい、ライブがございまして、10月30日日曜日にナンバーハッチで決定しておりますと。おぉ。ということで、この FM 大阪のマッシュの、はい、ナンバーハッチでライブございますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。うん、この曲もね、結構こうロックな感じというか、そう、もうイントロからリフが熱い。すごいかっこいいですね。で、またこう声優としてのお二人が歌っている普段の曲とは違ったカラーがあるというかね、はい、うん、こういった声で歌うんだみたいなね、はい、そういうところも面白いナンバーだなと思いました。ということでお届けした曲はナチェリーエクリプスでした。